おっと、忘れ去られた大陸、あ、ここか。行き止まりっぽそうだけど、ビンゴ、これだろ、絶対にウィーユベル。おお、茜空がすげえ眩しい。おお、禁断の地、ウィーユベル。おー、そして4人はここに到着と。あー、てか、そうか、フライヤーの体型なんかこっちになってた。ちなみにサラバンダの呪いはこんな感じですね。何かの属性に弱くします。まさに呪いだな。これはなんだ。うわ、なんか飛空艇が、あ、ここなんかクジャのあれであったな。これがヒルダガルで1号機なのか。そっか、車同士大丈夫か。お前、なんか敵出んのかい。ここ敵出るなよ、せめて。おい、クジャよ、客人だぞ、せめて敵出るなよ。うう、なんやお前、なんかいかつい大臣みたいなのが来たな。よし、オッケー。ふん、弱っちいやつめ。この先に行かせちゃダメだって言われてるから。え、この先にも何かあるってこと。ヒルダさんがいるとか。わかんないけど行きますか。うおー、なんか飛び立った。イーファの木が見えてきましたね。おい、クジャは本当に信用できるのか。何も言わないと。おい、なんとか言えよ。何も言わないと。ゲー、出やがったな、ピエロ野郎。何を聞いても無駄でおじゃるよ。我々の命令以外には反応しないでごじゃる。てめえら、ブラネの次はクジャの手先になったのか。一撃の悪いこと言うでおじゃる。こっちが悪者みたいな言われ方でごじゃる。あ、余計なことは考えない方がいいでおじゃるよ。仲間の命は保証できないでごじゃる。くっ、そもそもこの黒物推しどもは戦争のために作られた道具でおじゃる。兵器として完成した黒のワルツどもは強い自我を持っていたでごじゃるが、ここにいる奴らは命令に従うこと以外にはそう大した自我というものを持っていないでごじゃる。それにこいつら量産型は用済みになると動かなくなるように作られているのでおじゃる。こんな奴らは戦争以外につかみ気がないでござるからな。そのくせこいつらは戦争の道具のくせに命に対する執着心があるでおじゃるな。滑稽な話でごじゃる。所詮道具は道具にしか過ぎないのでごじゃる。おいおいおい、ムカつくことばっか連発してくれたってよ。お前たちだってそんなに差がないと思うぜ。今なんと言ったでござるか。聞けづけならないでござる。黒魔同士たちには心がないというのなら、自分たちのはっきりした意志のないお前たちもそんなに大差がないってことさ。なんか間違ったこと言ったか。いや、全然間違ったことは言ってませんよ、ジタン君。いずれその減らず口を聞けないようにしてやるでおじゃる。後悔してからで遅いでござるよ。ま、とにかく俺たちの目的地に着くまで一休みさせてもらうとするぜ。くれぐれも安全運転で、そうそう、安全運転で心がけましょう。そして再び自動運転とか。こうやってね、自動運転が進むといよいよ話すネタすらもなくなってくるからな。とても困る気持ちではあるんですけども、この飛空艇もね、いずれ動かせるようになるんでしょうね、きっと。さて、ここからはもう水戸の大陸ですね。そのウィーユベールタカってのはどこにあるんだろうな。おっと、忘れ去られた大陸、あ、ここか。フォーゴーテンコンティエント、忘れ去られた大陸。おい、おーって落とすなよ。客人だぞこっちは。どこに行くつもりでおじゃるか。南でおじゃるよ。乗せないでごじゃるが、死んでもらったら困るでおじゃる。そのためには何でも売るでごじゃるよ。え、あ、お前ら、う、あ、商人かお前ら。ああ、売ってくれるんだわざわざ。あ、ごめんね、わざわざ売ってくれちゃって。では南の方に進んでいくとしますか。南っていうとこっちか。
行き止まりっぽそうだけど、ビンゴ、これだろ絶対に。ミユベル、なんか大砲みてえなやつだな。ここから一気にドカーンって大砲の弾を打ち出して霧の大陸とかを潰すっていう戦法じゃねえだろうな。そんなことさせねえぞ。ウィユベールの野望なんて阻止してやるからな。行くぜ。おお、茜空がすげえ眩しい。おお、禁断の地ウィユベール。あ、てかなんか本当に大砲みてえだな。こやつがモーグリ。お前誰だよモーグリ。ミモーザ、ミモーザっていよいよモーグリのものですら感じられなくなったな。うわーと、すげえ、なんかすげえ武器撃ってる。ダイヤソード、トライデント、ミスキルクロー、魔法のラケット、妖精のファイフ。あ、ダイヤのコテッドあるな。買っておきますか。グリーンベレー、あ、グリーンベレーも3個ぐらい買っておきましょう。クロスヘルム、柔術道着、ゴールドアーマー。ゴールドってかなんかシルバーに見えるんだけど気のせいか。ここのミモザの方がいいもの売ってんじゃん。あのピエロなんかよりよっぽど役に立つね。あのムカつけピエロの店なんて二度と利用してやんないようだ。子供かよ。では次の動画でお会いいたしましょう。お相手はルーダスでした。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。 Twitter や Instagram、LINE ブログもやっていますので、そちらのフォローもよろしくお願いいたします。せーの、バーで。